おはようございます。5月8日金曜日、AM テクニカル分析です。フォレックス TV ジャパンの岡田紀子がお送りします。朝のこの時間は、チャートを使ったテクニカル分析で、前日の値動きの復習と、今日の東京マーケットの動きを予測します。それでは、アセンダントの山中さん、よろしくお願いいたします。おはようございます。昨日はユーロ買いが目立つ一日となりました。 東京市場では日経平均が大幅上昇となったものの、為替相場は基本的にもみ合い、その後、欧州市場に入ってから ECB 理事会後のトリシェ総裁の会見待ちといったような様子でした。 注目の ECB 理事会ですけれども、こちら政策金利は0.25%引き下げて1%と、こちら予想通りだったものの、その後の取リ総裁の会見で、担保付き債券の購入を決定したことで、信用リスクの緩和につながるといった判断から、ユーロがタイドル対円で買われる展開となっています。特にユーロ円なんですけれども、こちら週前半の高値を抜けたということで、ドル円の円売りにも波及し、一時ユーロ円の方は133円の58銭。 ドル円も99円の80銭ということでですね、まあ、引けにかけてやや調整は入ってのニューヨーククローズとはなっていますが、ユーロが強い試合での1日という状況です。本日ユーロ円のチャートを見てみたいと思います。ユーロ円、東京時間のもみ合いを抜けて、その後ですね、まあ、前日の高値、そしてまあ週前半の高値と、ストップオーダーも巻き込みながら次々と抜けて133円台半ばまで上昇する動きとなっています。 この動きを受けて平均足が,が要点、均衡表三役の関係もまあマイナスからプラスへと転じているんですけれども、ただ均衡表については、地高スパン、左下のチャートを見ていただくとわかるんですけれども、まあ、大きく上昇するため、まあ、再びマイナスに転じる可能性が高く、まあ、揉み合いを抜けたというふうに判断するには至らないかと思います。特に本日アメリカの方の雇用統計もありますので、それまではまあ大きな動きは取りにくいというふうに考えた方がいいでしょう。 現状ですけれども、まあ百三十二円のちょうどレベルがサポート、週のゾーンの下の端の方と重なる百三十三円の四十銭レベルがレジスタンスといった流れを考えています。以上です。山中さん、ありがとうございました。以上 AM テクニカル分析を終わります。次の放送は午後の FX フラッシュです。 ホレックス TV ジャパンの岡田典子がお送りしました。